真ん中に先ほど言いました点滴ネットというスキャナーですね、センサーを持っています。このセンサー自体が、この回転台と同調しながら、撮影を行っているという装置です。で、実際撮影するときはこのスキャナーが上下します。そしてこの回転台約 2.5 回転ぐらいかな、2.5 回転ぐらいで撮影が終了します。大体、長い場合でも1分半、短い場合ですと1分10分ぐらいで、撮影が終了するということです。そして、撮影されたデータはこちら画面上に全部こう表示されて、撮影終了後今だとどのぐらい1分30秒1分ぐらいで、処理が終わります。それはカラーを、テクスチャとして貼り付けていくという処理を自動で行います。そのために手動のカラーリング処理は一切入りません。で、とりあえず、見れるためのベータモデルというのがここ上で確認できるモデルとして出来上がったということです。そして出来上がったものは実は粗いです。その粗い貼り付けをします。そして、データとあと画像、それをラボに送ることで確実なデータが仕上がるというようなことになっています。で、見ていただいて分かる通り、閉空間の中で、均一照明というのが簡単にできるという装置、このパッケージがあることで、この空間の中で全て撮影が完了するということですね。では実際話しても何ですので、実演してみます。モデルのレミさんです。で、今向きを向いてるんですが、実はこのターンテーブル、コンピューターと通信してます。通信しながら自分が一体どこを向いているかというのを、把握しながら撮る位相というのを確認して、自動的に撮っていくという装置です。なので、スタートのタイミングはあんまり関係ないです。どこでスタートを押してもらってもこっちが自動的に判別して、撮り始めます。で、現状ちょっと上下についてはまだ手動処理の部分があって、実はハード的にネギの部分がまだっていうところもあったんですけど、これから動かしていきます。よろしくお願いします。次もう一周して回りたいと思います。では実際リアルに撮ってみますね。ここで撮影スタートしました。そうするとこの前を向いたところから勝手に撮り始めます。なのでスタートするのはどこでもいいです。で、本来だったらちょっと連動して動くんですけど、今は手動という形になってますが、これから、一度スキャナーが少し上がって、そして下がり始めると、今、だいたい角度で言うと100度ぐらいの範囲で前の画像を撮ります。その間だけきちんと顔を保持していただければ、あと顔は緩めてもらって全然結構ですので、ただ体は基本的には動かないようにということで、約1分ぐらい頑張ってもらう。で、これで基本的に上から下までの構造スキャンがほぼ終了して、最終的にモデルの、見えてない部分をきちんと作り上げて、これで終了です。今のでスキャニングが全体終了して、今これからずっと演算してますが、これが画像を自動的に貼り付けていってる処理です。もう終わりましたね。で、これから、データとして保持する。簡易貼り付けなので、確かに画像が貼り付いているかどうかというところだけを確認するようなイメージになるんですが、基本的にはきっちりと映像は撮れています。で、複数の映像を撮った映像、写真ですね、その写真をモデル、ポリゴンモデルに貼り付けていくというような構造をしています。もう終わりました。1分より早いですね。何カットぐらい撮るんですか？今で何カット約20カットぐらいになりますね。そして主力として使うのが6カットぐらいです。今からお見せするプレビュー用のデータに使うのが20カットぐらいで、実
際ラボに送るデータとしてはそれよりもっとたくさんあの画像を作成してそれらを含めたローデータを。普段プレビューで見てるよりも実際にいいものが上がるはずなんですけど、ね、高速であの画像処理したものをまあ見ていただいて、でこれはエンドユーザーさんに見ていただくというよりは撮影者の方が見てだいたい撮れてるなっていうのは分かるためのものなんですね。ああ、はい、ですからエンドユーザーさんこれは私の顔じゃないとかいろいろ選んでもらえるようなものではないというふうに理解していた方がいいと思います。なのでまあ失敗したとしてもほぼこの時間なので撮り直しはすごく楽ですね。まあ、例えばこういう黒い線っていうのはただ単に、うん、その貼り付ける6の前7の6枚にあんまり入っていないというだけで、ちょっと後ろ見せて。まあ、ああいう選ぶのはラボの方で修正するしますので、というか、まあ、修正というか画像が貼り付いてないだけなので、うん、実際はあるんですね、うん、でソリッドモデルはこういうソリッドモデルでこれに画像が貼り付いているという感じですね。でこの、まあ、穴が開いている部分は、まあ、遮蔽されている部分があるんですけども、今プレビューのデータでもうこういったところを出さないっていうので、まだ粗いお客様に確認していただくと、で最終的にはこれを再計算して非常にソリッドなモデルができる。実際には面は存在してて今表示はさせてないだけっていうこと、うん、色はもともとの写真なので、うん、逆に言うと写真としてプロファイル変換もできるので、うん、自由にコントロールできます、うん、おそらくですね 3D カメラで撮った画像をご覧になったことあると思うんですけども、こんな綺麗な肌色出てないと思うんですよ。 3D スキャナーでソリッドモデルを撮るところまでしかできないです。できないですよね。それをものすごく実はソフト的にはほとんど一から作ってるんですよ。たまたまキネクトが、SD っていうかデータ画像を撮れるカメラも持っていたのでもうそれを流用しているだけというで、まあ、多分もうそこまでご存知の方だったら色取れないはずが、なんで取れるのかなと思ってたんですけど、なんでこうやって同時に端つくのかなっていうのは、うん、しかもそのスピードで撮影できて、それを何ですかね、再現できるっていうのは今のところないと思うんですね、うん、多分世界的に見てもないですね。レミさんも立ってもらって、もう一度立ってもらって、なんかサンディスキャナーにぐる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 回って、それで撮ってっていう形ですね。そうですね。これはリアルタイムで距離を計測するセンサーを持っているんですね。でそれをもとにここで造形をしていて、ここで同時にRGB の映像を撮影しています。でそれを撮影後にバーッと貼り付ける。もういいんじゃない。そうですね。大丈夫です。はい。そうですね。もう本当に一瞬で、本当30秒以内で入ってきます。まあ、最終的にはお客さんが3万円払って満足できるかどうかに尽きるんですけども、うん、それと同じぐらいですね、撮影する側が短時間で失敗なく撮れるかどうか、うん、これを10回やって3万円じゃ合わないじゃないですか、うん、ね、一発でもう前日とスタジオ側の時点で撮影した時点で あそこまで仕上がっていれば、うん、後処理っていうのはもうあんまり必要がなくなるんで、後処理も半自動、ほぼ半自動のプログラムがあってそれがガーッとやってくれますので、うん、と細かい部分で、まあ、手直しが発生するぐらいで、うん、ほとんど自動ですね。